おはようございます。キャインのウド鈴木です。今月のアシスタント芸人バッチトゥースです。お願いします。早速ですが今回は前向き対談、はい、スペシャルゲストの方がいらっしゃってくれてます。こんにちは。こんにちは。相川七瀬です。イエーイ。相川七瀬様です。なぜウド様お願いに遊びに来てくれたんですか。そうですよ相川さん。久しぶりに会いたい。そうですよ。ありがとうございます。あ、やっぱり、ね、ご面識はあるんですね。もちろんあるんですよ。ないと思ってたでしょ。いやいや、なかなかね、やっぱ会えない。同じアーティスト仲間としてあったんですよ。なるほど。やっぱウド様もアーティストのアーティストですもんね。なるほどってどんでもない。いや本当にごめんなさいね。俺がすみませんでした。自分で調子乗って言っちゃって、いや全くもって、まあ、本当に以前一回お会いしたことがあったんですよ。なるほど。そうですね、すいません、天野くんは何とか天野さん、はい、結構ね番組でも一緒にさせてもらって、はいはい、ウドちゃんすごい久しぶりです。そうですね、ありがとうございます。すいません。はい、嬉しい嬉しい。嬉しいです。いや僕もね、後輩の二人が本当ハリーと谷村がもうすごい、もう多分相川さん来られるんでちょっとものすごく緊張されてるんですね。分かるその気持ち。俺だって緊張してるんだよ。先輩頼みますよ。とんでもない、めちゃくちゃ緊張してるんだから。相川七瀬さんだよ。そうですよ。もうボリュームがもう満開ね。もう満開なんですよね。音声割れてんじゃない。いや本当に心配になっちゃって調整しなきゃいけない、ね、調整しないで。そうなんですよ。調整してますもん。今日さ今もうブワーって見えてないところで今下げてた。これスイートフォレストの中で多分一番今日声が大きい感じで、すごいですよ。さあということで、はい、相川七瀬様ゆかりの地自由が丘スイーツフォレストで特別に収録させていただきます。はい、はいはい、こちらでございますけども、はい、スイーツフォレストの魅力など、はいね、そうですね、自由が丘って言ってたらもうスイーツフォレストは本当にこうアイコン的な、うん、あのお店なんで、自由が丘って言ったらそうそうそう、スイーツフォレストがあるよねみたいなことを周りの人も言うし、はい、こっちも何があるのって言われてスイーツフォレストっていう、はい、やっぱりここアイコニックな場所なので、うんうんうん、そうなんですね。いやもう相川さんがおっしゃると本当そういう感じがしますよ。見てくださいよこのスイーツフォレストのこの花満開のから、ちょっと待ってください。いや相川さん自体も花満開、相川さん自体が花だからね、だから本当になんかちょっと遠くから見たらこのスイーツフォレストの人みたいな色合いといいね。そうなんです。ちょっとね働いてんのこれぞ中の色ですよ。遜色ないです。ありがとうございます。 T シャツとモニターのピンク全く同じ色。そうなん、スイーツフォレストが作ってるとしか思えないもん。いやいやいや、そうだからね、しかしいや本当にハリー谷村、はいはい、何ですか。今日の時は最高だ。相川さんにいろんなこと聞いていきたいから、はい、相川さんのもう根掘り葉掘り、そして自由が丘のこと一緒に聞きましょう。はい、そうでしょう。はい、それでは前向き対談スタートでーす。いやーきゃいい。ウド様お願い。はい、心つながるポジティブテレビ、天野くん。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは相川七瀬様とウド様による自由が丘情報もいっぱいの前向き対談、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして相川七瀬様ですが、1975年生まれの大阪東淀川区ご出身。1995年夢見る少女じゃいられないで歌手デビュー、恋心など大ヒットソングの数々に我々元気やパワーをいただきました。自由が丘アンバサダーを務め、3人のお子様を育てるママでありながら今年の春から大学院にも進学。ウド様、パワフルな相川七瀬様の素顔に迫っていただきたいと思います。はーい、迫りたいですよね。大体いや、言い終えてよかったな。これまた大義であった。いや、まあまあ、はいはいはい、ありがとうございます。いや、やっぱりまず気になるのはさ、はい、自由が丘アンバサダー、なぜ自由が丘にってことなんですよ。そうなんですね、私もずっとデビューしてから、はい、30年ぐらい経つんですけど、はい、ずっと自由が丘なんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです、なんかもう地元になっちゃった。もう
でも、うん、じゃあ大阪とともに大阪よりもこっちの方が長いんですよ。なるほど。なのでもうこっちが地元で、で子供も ここで育てたんで、子供たちの幼馴染もみんな自由が丘にいるんで、もう本当に地元。地元、いや相川さんの地元本当にそれが自由が丘。そう自由が丘に一番似合うよ。自由なんだから。自由ですよ。自由なんですよね。本当に相川さんは自由なんだから本当に。はい、今のところウード様が一番自由です。今のところで自由が丘で一番自由なのが。いやいやあの今のところです。やっぱり格好さが全然違うじゃん。俺と、はい、あと相川さん。いやもう久々のウードちゃんだから全部見ちゃうね。見ちゃうんですよ、相川さんも。面白いとまで言っちゃう。相川さんですよ。あでもそうやってこうじゃデビューする時にも自由が丘にお住まいで、それからずっと、まあ、生活の拠点になってご家族と共にもうふるさと地元であるっていう、ちょそこでアンバサダーっていうのは。そうなんですよ、なんか自由が丘の、まあ、町の人、方々にアンバサダーになってほしいって、はい、オファーいただいて、それはもう喜んでっていう。さすがですね。だってまあ確かに地元の人はもう相川さんが住んでるから、まあ、交流もあって相川さんのことご存知なわけですよね。そうですね。そこで、そうで自由が丘の中でもういっぱいこうお祭りみたいなのがあって、で一番大きいお祭りが女神祭りっていうのがあるんですけど、はい、そこで歌を歌ったりとかもしてたので。すごい。そうなんです、あそこの駅の前のロータリーにもう人がブワーって、そうなんですね、あそこ女神様いましたよ、相川様が違う青空です、あれ違うんですそうそう、あそこでコンサートやったりとかして、そうなんですね、すごいですね、じゃあそのもう十万岡自体が街を挙げてそのお祭りを、そう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 、まさにね、だってお祭り騒ぎっていうね、歌もありますけども、よく知ってますね、そうそうそう、それも、いや、ちょ、もういろんなことがこう繋がってるんですね、そうですね、じゃあその地元の人もすごい喜んでるんじゃないですか、相川さんがやってくださってね、なんかやっぱりこう私も町のことをある程度こう30年っていう時間の中で知ってますし、はい、で私のまたこう知らない昔の自由が丘を もともとずっと自由が丘で来た方っていうのは知ってるから、またそこでも教えてもらったらまた深くなるっていうか、なので私もすごくそのやっとこう自由が丘の地域の一員になったみたいな感じになりますよね、なんかそうやってしてもらうとね、そうですよね、うん、だからすごいな、地元の方もだから相川さんがいて嬉しいし誇りだし、でそのましてお祭りとかそういったことに参加してくださって、うんうん、アンバサダーで紹介してくださる、うん、すごいですね、でもこのということはおのずと東急この沿線もいろいろ昔からお使いになることもありましたか。いやもう東急沿線は私もだからもうあの今大学生なんですけど、そう大学生なんですよね、東急の定期持ってますよ、じゃあ学割で、はいもちろん、お渋谷まで行ってます、さすが、いや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 ちゃんとじゃあもう通学もじゃあ東急沿線でということで、私の東急愛は並外れたものだそうなんですか、はい、右に出るものを、はい、そんなに、じゃあ、まあ、昔からもうお使いになってて、それこそだからいつもどこの駅とか、まあ、どこの路線とか、まあ、でも自由が丘から渋谷なんで本当東横線なんですよ、私は必死の東横線だから、東横線で東横線も今すごいこう便利になった、で昔は自由が丘から渋谷が、はい、あの終点だったんですよ、だからなんか乗り過ごすこととかなかったです、なかったですもんね、最近ちょっと寝落ちするんですよ私電車で、え、相川さんもそういう時あります寝落ちしたら本当にどこまでも果てしなくそのままこう連れて行かれちゃうのよもう寝られない、もう緊張で、緊張、うん、いや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 本当に寝ながら夢見る少女じゃいられないってことなんですよね相川さん、ね、そういうことなんですか、このままだったらほらほら音声さ下げてるからねスニャッと下げたから、あでも そのぐらいやっぱりこう、うん、落ち着くっていうか、いや東急線に乗った時に、うん、やっぱり安心してる感じがあるんですもんね、多分相川さんもね、そうです ね本当にお世話になってますね、すごい、うん、だってじゃあいろいろなスポット もうご存知だと思います、まあね、このスイーツフォレストさんもそうですけど もう自由が丘、まあ、東急沿線でもいろんなところをご存知ですもんね、そうですね、東急沿線でスポットって言ったらどこだろう、最近でもニコタマもすごく良くなったんで、
ニコタマいいですね。すごいですよね。今まで映画は渋谷に見に行ってたんですけど、はい、もう今全部ニコタマですね。うわ、それだけ抜擢してるんですね、ニコタマがね。ニコタマ使いやすくなってますね。だからまた自由が丘も、もうだって僕らなんか東京に来た時に、うん、もう自由が丘行ってみたいと思ったんですよ、うん、ただその恐れ多くて行けなかったです。ただ山形にいても学生時代から知ってました、自由が丘って地域は、うん、自由なんだろうなと思って、でもねそっから勇気が出なかったんですよ。私はなんか土地勘、私も大阪だから土地勘がないじゃないですか、東京の。でたまたまその用意して、あの織田哲郎さんが、はいはい、用意してくれた、はあ、お家が自由が丘だったんですよ。宇田哲郎さんもなんとなくやっぱ愛川さんにマッチングする。それはそうなんです。なんでかというと、宇田哲郎さん の, そのスタジオが近く東急沿線だったんですね。はだからそうなんです、そうです。通いやすいようにっていうので、うん、そこにしてくれて、でそこからずっと、じゃあその時 もう宇田哲郎さんのご紹介で自分が住んで、そこからもう気に入って、気に入っちゃってあるわけですよね。はい、うわそれ大事なんです、波長が、うんうん、自分が喜んでますよ。だからだって2人は初めて来たんですよ。初上陸ですか。今日初めてなんです。ようこそおいでください。お邪魔しております。まだ大阪から出てきて2年ちょっとぐらいなんですけど、初めて降り立って。そうですか。はい、すごい街並みが素晴らしくて、でもなんかおしゃれな街ってこう言われるけど、はいはい、でもなんかこうおしゃれな部分と、実はちょっと裏側に入ると昔のお店とかもいっぱい残ってて、あ、ありました、はい、結構ねなんかとっつきやすいお店から、ね、はい、なかなかディープな店まで、幅がすごいあるんですよね。そうですね、うん、そうですよね。なんか私が越してきた時だから30年ぐらい前は、自由が丘の町は子供服で有名な町だったんですよ。でたくさん子供服のなんかおしゃれなお店がたくさんあって、その時最新のみたいな。そうそうそう、だからちょっと上 の, 年, あの年代の先輩とかが子供生まれると、自由が丘に住んでるんでしょ、なんか子供服買いに行きたいんだよねみたいなことをよく言われました。うん、あ、紹介してねっていうか教えてっていう感じで、いいとこあるとかっていうのをよく聞かれた覚えがありますね。あと自由が丘デパートとか、うん、そうなんですよ、ちょっと古風な ね昭和の香りがするようなものも残ってて、僕あそこ友達と飲み行ったことがあるんですよ、うん、で友達がこの、自由が丘に会社があって、うん、でやっぱりだからすごい楽しいですね、あれなんか今度連れて行ってあげたいけど、ぜひぜひお願いします。さっきあそこに駅前にあったんですけどね、自由が丘デパートを知ってるというのは相当通です。あ、そうですか、嬉しい、一番の通の相川さんに言われたんだから、さすが、認めちゃいますね。ありがとうございます。自由が丘を知ってるというに値します。ありがとうございます。合格みたいなね。これ素晴らしい。何かの検定に受かりました。そう、相川さんといると俺たちの関係がドロンジョ様とトンズラとぼやけるみたいな。トンズラが3人みたいになっちゃうよ。そう、体型的にもいい感じですからね。確かにいいですよ、心地よさ、相川さんに認めてもらえた心地よさ。確かに確かに、そのために生きてるみたいなことだからね。ありがたいですよ。やめてよ。いやでも相川さん先ほど大学生ですって、はいはいはい、そして今度大学院に行かれますよね、はいはい、これは相川さんどう、すごい高学心ですね。まあそう、うん、でもなんかやっとこうスタートラインに立つというか、大学行くことが目的ではなかったし、はい、入ってみてやっぱり学んでてこう研究が面白くなっちゃったというか、やりたいことがこう見つかってそこに行きたいって思ったから、ようやくこうスタートラインに立ったような気持ちでいているんですよ。うん、だって相川さんこう、まあ、僕、うん、自分で想像しますとね、僕も大学行きたかったなと思う時はあったんですよ。今でもたまに思う時ありますけど、実際に進学してっていうことはやっぱり挑戦したことないです。だからそこまで踏み切れなかったり、うん、いろんな準備もなんかいろんな覚悟も必要じゃないですか。そうですね、うん、すごいですね。これ誰かに言われたんですか、自分で大学はまず行かれて。そうそうそう、自分で
だから周りはもちろんちょっとこう反対もあったし、ご家族、うん、家族もちょっと反対もありましたし、うん、仕事もどうするの？そうですよね。お仕事しながら。そうで、だからあのそこまで行くにちょっと周りを説得しながら、でも行った限りは出なければいけないわけで、まあ、確かに出たいですよ、うん、で4年で出たいじゃないですか、はい、だからそのためには最初の2年を何としてでも頑張らなきゃいけないんですよ。1年生2年生のそういうものですかね。そうなんですよ。ここで取らなきゃいけないものがたくさんあるから、だからまあ2年間はちょっと仕事をセーブして学問に集中する、でそれ以外の時間はまあ仕事っていうことにするっていうので入ったら、コロナの年だったんで入学式もなかったし、うん、で結果的に全部オンラインだったんですね、授業が、じゃあ登校して皆さんと友達と、うん、全く触れ合うみたいな、誰も先生の顔もわからない、そのビデオで流れてくる先生の顔を見て、あ、こういう先生なんだなっていう、で先生との連絡も取れないみたいな状態で、まあ、1年始まって、でもそうオンデマンドというかそのオンラインだったから、うん、私たちロケとか結構あるじゃないですか。そうですね。だから結局仕事 100% の仕事をやりながら大学生活を送れたんで、うん、結果的になんか休むつもりぐらいの覚悟を決めてたんです、うん、はい、仕事は やれないだろうなと思ってたんですけど、でも全部やれて仕事までやらせてもらって、勉強もさせてもらって、なんてなんかちょっと私本当贅沢な時間だったんだろうっていう2年間だった、1年生2年生は。でもそんな風に思えるのがすごいと思います。仕事させてもらって、勉強までさせてもらって、勉強までさせてもらってって思ったことがないんですよ、人生で。あの小学校、まあ、僕ら普段はそうですよ。いやもう俺そんな風に感謝したことがなかったですよ。向上心がすごいですよ。女神はすごいでしょ。女神はすごいですよ。勉強までこれ今の学生の皆さんは勉強までさせてもらってって思ったら一日一日変わってきますわね。そうですね。よくやりました。それで3年4年も行ったわけですよね。はい。それで大学院。ああ、何ですか、それ根性ですか、それとも、もうさっき勉強、研究が楽しいってことをおっしゃってましたけど。そうそう、なんかね、私もうすぐ50歳になるんですけど、なんかその20代の時にデビューをして、はい、で歌っていうものが本当に自分の人生のまあこう主軸になって宝物になって、はいはい、歌はもうずっと多分やめることないってやっていくんですよね。でもなんかその歌じゃないものでまた自分が好きなものをこの人生折り返しのタイミングで見つけたことがすごく私は今楽しくって、うん、で学問の世界っていうのはまたちょっと歌の世界とは違って、あのもう深掘りすれば深掘りするほどあの沼のようになってて、で最終的な答えはないんですよ。ないんですか、うん、だってその答えは自分でその時論を出したとしても、はい、もしかしたら10年後には社会が変わったらその論では成立しない世の中になってるってことだっていくらでもあるじゃないですか。そうですね。ってなると自分がたどり着いた答えが決してそれがなんかその正解ではないとか、今出てる学術的なことももしかしたらそれを上回る何かが出てきちゃったらひっくり返ってくるわけじゃないですか。だからあの先がもうなんて言うんだろう、行き止まりがないっていうのが面白いって思っちゃって、はいはい、それが大学を卒業されて今度大学院に進学っていうのはまさにそういう答えがもうないから、そうもうで答えがないから答えは欲しいと思うわけじゃないですか、はいはい、それをやりたいっていう、なんかなぜっていう私なりの答えを見つける、私の答えはこうなんだっていうことをやっぱり研究で積み重ねていくことになるので、うん、でも正直仕事と遊びですら、まあ、遊びは遊びなんか楽しいから続くだろうとか、大変だ朝早くてもいいとかね、ゴルフでも釣りでもよく言われますけど、いや学校大変じゃないですか、一緒に両立して歌って、また大学院に行くっていうこと、うん、あんま苦にならないですか。うん、まあなんか4年間やれてきたんで、
それうん、これだから、まあ、あの大学院って例えば社会人の方もすごく多くて、はいはい、働きながら夜間に来てみんな大学院であの論文書くんですね、はいはい、で私は今これよ学部から来てるんで4年間授業と戦いながら来たので、はいまあ、それがまあ延長される中で今度はもっとクオリティの高いものを自分がやっていかなきゃいけないっていう負荷がちょっとそのもうそれでやってきちゃってるんで、だからそこに対しての大変さっていうのは多分なんかこう体的には4年間でちょっと慣れてきてるんで、このままいけるのもラッキー、社会人としては。ここでいきなり飛び込んだら多分やっぱりこうバランス取れないとかリズムつかむまではちょっとねなんかこう大変だと思うんですけど、うん、あのお仲間のミュージシャンのお仲間やアーティストの人は私も行こうかなとかって思う人とかなんか影響受けた方どうですか相川さんの。いやもう絶対無理ってみんな言いますね。そうですよね。まず朝起きられないとか。あ朝早いんですかやっぱり、うん、早い時もあるし、はいはいはい、でもまあなんかもう子供がいると朝早いんでそれもなんか大丈夫だし、でなんか若い時は徹夜がすごいやれてたんですけどやれなくなってくるじゃないですか。今は全く、はい、でもう編み出したのはものすごい早朝から勉強する。早朝から勉強すぐ眠くなるんですよ夜。だからもう 寝た方がいい夜は。夜はまず寝て、うん、夜やろうなんていうことはもう考えない方がいいっていう風に切り替えて、うん、もう夜寝て朝もう4時ぐらいからやる。4時起きる時間を早くして、そうだから6時に起きなきゃいけないのを4時にしたり3時にしたりして、そう1時に寝るんだったら早く寝ちゃって、はい、そっから行った方が効率がいいっていうことが分かった。できて、自分が生活してる中でそうそうスタイル的に、夜、ね、寝たいと思っちゃうから、うんまずそこはじゃあ寝て、うん、自分を寝かしてあげてその後起きてスッキリして やると、はあ、すごい相川さんにいろんなことを学びたいですね。もう多分相方が先生だったらみんななんかこういろんなことをねえできていくような変わってくる気がします。そんなこと言われませんか。いやー どうかな、ご指導いただきたいとかそんな格好とかねえ、うん、いやもう相川師匠としたらね本当にねもう大興奮してねお腹が空いてきた、できれば甘いものを食べたい、そんな風に思うんですけど師匠。食べたいですね。はい、宇藤様、相川様、そういう話になるかと思いまして、うん、甘いものをご用意しています。イエーイ、イエーイ、カモン。どうもー、宇藤イーツでーす。よし決まりました。決まりました。決まりました。本日唯一の仕事でございます。やってきました。フードイーツを持ってくる師匠、ね、持ってきました。さあこっから俺が仕事するな。こちらはよろしく。こちらは番組恒例のデリバリーサービスウードイーツです。東急沿線エリア内の飲食店を応援するべく今回は自由が丘スイーツフォレストの2商品をご用意しました。はい、ありがとう。それではお召し上がりください。はい、はい、これから、これはこれはこちらですね、スノーインさんのスノーイングラテでございます。クリームが落ちていく姿がまるで雪が落ちていくような綺麗ですね。ここでございます。コールドブリューということでラテでございますね。飲んじゃおう。ぜひお召し上がりください。うん、美味しいよ。うん、おいしゅうござります。おいしゅうございます。素晴らしい。もう相川さんが初めに、うん、飲んじゃおうってこれ、ね、これですよ。飲んじゃおうって飲みますってね、うん、飲んじゃおうちょっと何を伝えたいんですか。飲んじゃおうがさ可愛らしい。喜んでますか。うん、おいしいよ。おいしい、うん、いや、ほんとおいしい。あ、これ、へーすっきりとして飲んで、この、うん、この雪の部分っていうか、そう、すっきりしてる。ねえ、すっきり、ねえ、ねえ、相性が飲みやすいということで、うんうん、はい、続いてはこちらマカロン。いや、これ楽しみ。いただきました。アトモスフィアス。かわいい。選んでいいの。選んでいいですよ。じゃあ私これさっきからずっと目合ってんの。目合ってんかわいい。モフモフドッグですね。ピーナッツクリーム。いいな、相川さんと目が合って。モフモフドッグでございます。モフドッグに嫉妬するな。何言ってんの。モフモフドッグじゃない。相川さんと目が合って、ね、何言ってんの。食べていいの。はい、どうぞ。
ずかしいの。クリームたっぷりですね、クリームたっぷりなんですよ、難しい、食べるのが食べるのがね、サンドしてあるからピーナッツクリームの、香り美味しい、美味しい、甘くない、そこまで、あ、そうなんですね、マカロンってちょっと甘すぎるやつ結構あるじゃないですか、ありますね、はい、甘すぎないっていう、むしろすごいちょっとこのピーナッツクリームに塩味があるのかな、あ、なんかちょっと塩気もあって、ちょっと大人のスイーツというか、食べやすい、食べやすいでございます、皆さんちょっとチャレンジしてみてください、ありがとうございます、よし食べちゃおう。どう、チーズ、チーズクリーム、あ、チーズです、チーズ、ちゃんとチーズ感じますか、感じます、チーズ、チーズ、このチーズうまいですすごい、マカロンでこういう味初めてですね、はい、なんか分かる、私が今さっき言ったなんか あんまり甘くなくて、分かります、師匠、ちょっと食べてみてほしい、食べてみてほしい、いくらもいただいていいですか、師匠がどうぞ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、バニラクリーム、そしてハリーさんのハートきなこクリームということで、ハグミって書いてます、はい、じゃあいただきたいと思います、いただきます、どうですか、めちゃくちゃ美味しい、そうか、俺はすごい美味しいけどな、いやいや、すごいすごい美味しいね、いやいや、俺はとんでもなく美味しいけどな、いや、はちゃめちゃ美味しいね、いや、めっちゃめっちゃハッピー美味しいけどな、ちょっと待って、同じ意見で揉めてる、ほんまや、めっちゃうまい、はい、ということで、改めてバッチジュースよ、なんですか、途中からお前たちもネタみたいになってるけど、いやいや、あの、ここしか2人で喋れるとこなかったんで、あの、僕だけはここだけはもうやらせてくださいっていうんだ、はい、今日僕2回目の仕事、はい、今出勤したんで、さっき出勤したところ、今温かく見守ってます、ありがとうございます、師匠ありがとうございます、師匠ありがとうございます、弟子が3人になりました、相川一門、師匠なんかここに来たらもうみんなそう、おひこスイーツを食べて、そう、気分はスイーツエモーションですね、師匠、はい、ありがとう、宇藤様、相川様、今週はここまでです、はい、そう、もうちょっとね、喋りたいよね、そうですね、まあ、幸せ、お気持ちはわかるんですけども、はい、来週もここ、自由が丘スイーツフォレストさんから前向き対談です、やった、邪魔できる、よっしゃ、来週も楽しみですね、さあ、相川さん、バスジュース、谷村、ハリー、ぜひ皆さん、この4人で話します、来週も広告期待、ふるさまお願い、ありがとうございました、これ終われんの、宇土様お願いは、ショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今月の視聴者プレゼントは、ショッピング専門チャンネル QVC で人気のナノフェミラスビューティー全身美容シャワーヘッドです。1台5役で全身美容、シャワーヘッドからお湯を張っていただくことで、ナノバブル温浴やミストサウナ気分もお楽しみいただけます。当選は発送をもって発表とさせていただきます。ご応募お待ちしています。木を見てから森を見るのか、森を見て木を見るのかな、その様子を見る。木を見てから森を見るのか、森を見て木を見るのかな、その様子を見る。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。